ガールズケイリン応援チャンネル、ご視聴ありがとうございます。モロヘイヤミカミと申します。本日5月5日はガールズケイリンコレクションいわき平ステージが行われました。今回の出場選手はこちら。いやー、めちゃめちゃ素晴らしいメンバーですね。ガールズグランプリ連覇経験者の小玉葵選手は1番車、3月のガールズケイリンコレクションを制した石井弘子選手は5番車となりました。それでは早速レース映像をご覧くださいませ。石井弘子、ガールズ創世記を支えた小林、ガールズ屈指の時代型、ここは児玉の番手からという作戦か。あとは7番の柳原真央です。在校1位と卒業女王の称号を手にした114期の注目株、まだ動きはありません。児玉は5番手という位置。さあ、ペーサーが退避。5番の石井弘子は後方の出方を伺っている。さて、誰が風を切るか、腹を決めたか。やはり尾形真央が風を切りそう。さあ、運はクソの位置につけるのは誰でしょう。3番の鈴木みどりがつけました。あとは1番の児玉はここは落ち着いた。あ、このまま仕掛けていきそうな感じ。さあ、持ち味の勝負、自力勝負になった。1番の児玉葵がまくり切った。あと追ってくるのはどうでしょう。7番の柳原真央がなかなかいい感じで迫ってきました。さあ、1番の児玉葵、この追撃振り切ることができるか。柳原先頭変わった。なんと柳原、はい、というわけでございまして、いやー、柳原真央選手めちゃめちゃ強いですね。3月6日に行われたガールズトーナメント決勝では、仕掛けるタイミングでアクシデントがあり、うまくスピードが伸ばせず結果が残せませんでしたが、今回は仕掛けるタイミングもバッチリで、そして馬力抜群のもがきで、最後児玉葵選手を見事差し切ってのビッグレース初制覇でございました。おめでとうございます。また2着の児玉葵選手も3月のガールズケイリンコレクションの雪辱を晴らすべく最高のレースをしたんですけれども、まあ惜しくも2着という結果になりました。ただ3着以下を3写真以上離しての2着ですので、やはり力があるところは見せれたと思います。そして3着の小林莉子選手はまあ成績が安定してますね。もう確定版に乗る率の安定がとても素晴らしいです。というわけでございまして、柳原真央選手が今回優勝し、賞金を大きく加算しまして、年末のガールズグランプリ出場に近づきました。またここに柳原真央選手の同期の佐藤美奈選手ですとか、他海外組の皆様もいらっしゃるわけでございまして、もうこれからのビッグレースますますワクワクしますね。これからもガールズケイリン応援させていただきます。というわけでございまして、ご視聴いただきありがとうございました。今回のガールズケイリン応援チャンネルでございました。